1> 第1回東京スプリント後のインタビューで、及川明は岩手県出身のフリーアナウンサー。及川悟ると表記されることもある。地方競馬の南関東4馬と金沢競馬場で実況を担当した。同志社大学文学部英文学科卒業後、広報館に入社。吉田勝彦の弟子となり、1983年に姫路競馬場で、 実況アナウンサーとしての活動を開始するが、この時に吉田から受けたアドバイスが、現在の実況スタイルの原点となっている。その後は会社側から笠松、名古屋で実況をやってほしいと言われ、10ヶ月間にわたり、担当。1989年に行われた第一回、全日本サラブレッドカップの実況を最後に上京し、地目者に移籍して、南関東四馬、新潟県競馬。 金沢競馬場の実況を担当。1990年代初めからは、千葉テレビで放送されていた、船橋競馬ダイジェストで、長らくアナウンスを担当していた。通常は声だけの出演であったが、重症競争が行われる前日には、トラックマンをゲストに、レース展望を行い、司会進行を担当していた。顔を出してのテレビ出演は、この時が最初だと思われる。 その後は、船橋競馬実況中継にも出演し、実況を除くすべての進行を一人で行った。1996年の4月から6月までは、東京 MX テレビ制作の東京シティ競馬中継の司会を担当。1990年代終盤あたりからは競技である岩手エリアでダートグレード競争が行われる際、場外向け放送のレース実況を担当していたが、 2002年11月4日に森岡競馬場で行われた JBC では岩手エリア内での放送を含むメイン実況者として故郷に錦を飾った。また岩手朝日テレビの道のクレース競馬ステーションでも実況を担当した。2009年には朝日川刑務所にて競馬実況漫談を行い2010年にフリーとなり2011年には ぐっちゆうぞうより、競馬実況漫談ネームであるぐちゆうぞうの使用許可を得る。2010年9月には、佐賀競馬場でゲストとしてレース実況を担当している。ありがとうございます。